これから若い世代にってなっちゃうね。未来を託したくなるっつうか、今なら TK の気持ちが分かる気がするなんつってってことはさ、って言葉だよ、革命も若い世代に任せた方が、違う違う、そうじゃない、そうじゃないよ、革命に若いも若くないも関係ないんだよ、ん？時代を新しくするのに年は関係ないんだって。新しい風を吹かせようと思った人が当たってフォローミーってするんだって。うん、そう、ね、でもなあ、あれは逸材だったな。それをこの手でプロデュースしていればインスタ動画女子会に革命が起きてたかな。うん、どうだろう、ネットアイドルだから YouTuber だからみたいに騒がれちゃってさ、めじろちゃん一目見たさに店にわざか人が押し寄せちゃってさ、やがてめじろスペシャルってカクテルができちゃって、このバーが有名になっちゃって売り上げに貢献しちゃって、バーベース表参道店、いやバーベース青山通り店、バーベース銀座七丁目店それは革命か。先輩がウハウハになるだけじゃないですかね、先輩。あれ先輩、はい、違うね、それは革命じゃないよね。この年でやるからこその革命なんだって。動画を見た女子たちがさ、子供が大きくなっちゃった私でもこんなことをやればできるんだ、森高みたいなおばさんにはなれなかったけど諦めなければここまで表現できるんだって、ここ、ここね。